はい、今回は、本因坊戦の予選 B から、酒井初段対、本因坊秀峰、九段の一局を紹介したいと思います。はい、石田芳雄先生ですね。はい、はい、黒番が、新初段の、酒井さんです。こうね、この形はね、昔はよく打たれていましたけど、まあ一応ね、こういうような形で、まあ、黒がね、いいということで、最近は打たれなくなったのかなと思いますね。はい、こういうのをね、昔は打たれてましたけど、久しぶりに見ましたね。ここって確か跳ね出したりしてたと思うんですけどね。これまあ抜きとかでしたかね。こんな形とかもあった気がしましたけど、実戦は辛くこちらを選択されましたね。桂馬で、まあ、こちらとかにね、取っておくのも固く見えますけどね。はい。桂馬もあるのかもしれませんけど。はい。まあ、実戦は、桂馬を急ぎましたね。まあ、黒は早収まりというか、これは、こうやったら、こちら、切ろうということですね。切りが先手になるのは厚いので。はい、これはね、角から攻めたいところです。はい、これで一応ね、この形は先行きっていうことですね。はい、6が大事な手で、これで席になります。これで生きていますね。はい、まあここまではまあこれからでしょうか。まあ若干なんとなく白が持ちたい気がしますけどね。でもまだまだ難しそうに思います。ここに打ったんですね。これは気づかない手ですね。普通ここはね、まあせいぜい桂馬ぐらいとかね、はい、このぐらいで、打つのかなと思っていましたけど、これはまた全然違う発想ですね。放り込んでから、さらにね、伸びてね、主張に抱えてても結構満足ですね。こうなればね。はい、まあ一応この辺りとかに石が来れば跳ねてね、 C の手が残ってます。それで跳ねました。はい、まあ、こういう別れになったんですね。ちょっとね、この生き方も辛いんですけどね。でも形勢は別に悪くないと言ったとこでしょうか。白はね、ここに打てましたしね。
白のリズムが良くなったように思います。そっか、この手が残ってましたね。この下羽ね。これはこうやって、こうやって繋いでもこれで取れてます。はい、取れてますので、まあ生きはあるんですけどね。まあ全然ダメですね、これね、生きてるようじゃ。うん、これも勝負手気味ですね。うん、何かしないと勝てないといったところで。ここで行きましたね。うん、ただ、ちょっともうね、争うところがなくなったように思います。ここで投了となりましたか。はい。このね、角からの攻めでね、一気に白ポイントを上げましたね。うん、思った以上に厳しい攻め方でした。じゃあこんなところで、この動画を終わりにしたいと思います。はい、失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。